始まりました。ブラックファイナル SS の YouTube! イエーイ、いくぜ、レッツ本紹介。さあ、決まりましたけれども、はい、ここでブラックファイナークイズです。いつもと何か違うことがあります。皆さん、お気づきでしょうか？ブー。それでは正解お願いします。正解は立ち位置が逆です。そうです、右金玉を左金玉をいつもと逆にしてます。僕左金玉だったんですか？あ、違います、自分の。あ、それをやってたんですか？はい。あ、いや、ここの立ち位置がいつもと違う。本当だ。はい、というわけで今日はレア回で、はい、なんかやっぱ違和感ある。ちょっと違和感あるね。え、俺は違和感ある。確かにこっちの顔を見たことない。こっちの顔を見たことないでしょ。まあ、あんまりない。はい。それなんですか？さあ、はい、今回紹介する本は、はい、残念な生き物辞典と。あ、じゃ、内藤くんの本ですね。どういうことですか？どういうことですか？僕の本だったら内藤正樹の本にします。もう一回タイトルを。残念な生き物。あ、じゃあ内藤くんの本ですね。内藤くんの、だからあれですね、はい、あの、ちょっと終わったら言ってください。電気ですね。電気じゃないです。これ結構でもあのベストセラーになったから、はい、多分見たことある人いるんじゃないか、はい、結構電車の中とかも貼ったりだったりとか、結構貼ったりだったりとか貼ってあったり、はい、あのしてたんで、はい、結構いろいろその第2弾とか第3弾も出てるんで。残念な生き物って何のこと言ってるのかね、はい、まあ、今泉忠明さんという方が書いてあるんですけども、はい、うん、まあ、まあ、さっきまで君がこっちいたから抜け毛が落ちてるよ。俺の抜け毛じゃないよ。なんで毛が抜けたら全部俺のにすんの？さっきまでいたのが明らかに君の方が。俺だって今来たばっかだよ。今抜けたの？今抜けたんですよ。だって俺がさっきだったらもう飛んでるもん、どっかに。いや、自分の抜け毛だったら恥ずかしい。でも分かるよ、自分の抜け毛。俺こんな、もっとチリチリにしてるもん。ドンってやんねえで。チリチリにじゃないじゃん。チリチリじゃないのもあるだろ。DNA 鑑定するか？するか。こうなったら。何のためにしてる。はい。さあ、まあ今地球上にですね、うん、まあどれぐらいの種類の生き物がいるの？またその質問好きだね、すごい。まあこれはまあ今まで発見したきた生き物は、はい、発見されたいのもしかしたらあるかもしれないけども、今までに発見してきた生き物だいたい400万種類。おお、でも思ったより少ないな。あ、本当ですか。はい、400万種類と言われて、まあまあそれはもう動物昆虫とか全部魚もひっくるめての。内藤も含めて。まあ内藤というより人間として。あ、人間と内藤っていうのは同じ1として見てるの？あ、1として。おお、だそうじゃないと君も含めたら2になる。だってどんどん増えちゃうじゃん。じゃあ俺はお人間と内藤は別かと思った。どういうこと？俺が人間じゃないってことになっちゃう。そうしたら、俺が人間じゃないってことになっちゃう。はい、まあ、 あのそれで残念な生き物と、はい、いうことで、ちょっと残念な生き物がいくつか載ってますんで紹介したい。どういう意味で残念なんだろうね。なんか別に生き物なんてその上下関係までもあれか、うん、なんとなくなんかアメーバとかそういう方が下に見てる感じあるよね、うんうん、ああ、だからまあその人間からしてみて残念とかっていうことでは別にその上下関係は関係ない。お、どういう意味なのか、まあちょっと教えて。うん、まあちょっと、はい、はい。じゃあ一つ目、マグロ、うん、まあ美味しいですよね、うん、このマグロもまあ美味しいんですけども、ちょっと残念な生き物だと紹介されてます。はい、何ですか？なんかぶつかって死んじゃう。あー、でも近いかな。ね、ね、なんかぶつかって死ぬんじゃないですか、なんか。まあそうなんだけど、うん、あのマグロって泳ぎ続けないと死んでしまうってことなんです、うん、だからずーっと泳いでるんですね、うんうん、でなぜ死んでしまうかというと酸欠、うん、あの窒息死してしまうんですよ、はい、あの魚ってエラ呼吸なんですよ、うん、エラから水の中の酸素を体に取り込むんですが、はい、マグロってエラを動かすことができないので、うん、口を開けたまま、うん、泳いで口からエラに水を送ってるんです、うん、だから止まっちゃうと口の中に水入ってこないんで、うん、死んでしまうと。だからちょっと残念この辺が。お、そういう、でもそっちの方がさメリットもあるからそういうのがあるんじゃないのかな。それはもう 100% 残念なの。だってさ普通の魚はこう止まっててもさエラ勝手に動くから、うんうん、こっからこう酸素でも分かんないけど、そうあえてそういう作りにすることによって絶対止まんないようにすることによってなんか、外敵から身を守るとかさ分かんないけどさ、なんか残念だけでなんのかな。なんか絶対プラスもないとそっちに行かない気もしちゃうけど、まあ、分かんないけど、まあ分かんない、進化の過程でそうなったのかもしんないけど、うん、他の魚は立ち止まれるのにマグロは立ち止まれないよねっていうこの部分だけフィーチャーして、うん、
まあちょっと残念ですよねっていうことですね。例えばつまんなく進化していった人も、うん、あえてつまんないことによって空気読めないことによって得することもあるじゃん。なんかさ、うんうんうん、よくそこでそのままそんなつまんないことどうと言ったね、でもどうと言ったからあんま滑んないねとかさ、なんかさプラスもあるじゃん、まああるね、絶対なんか物事には表裏一体というかさ、なんかそこを残念っていうのはちょっとどうかと思うよ。いやでもそういう本にしたらまた寄り目でごまかしたろ。ごまかしてない寄り目すりゃなんか落ちる。人を否定した時のなんか僕は変な人間なんで許してくださいねってこと。それをやってるね、はい、じゃあ2つ目、はい、マンボウ、うん、マンボウっていうのは、うん、99.99999% 大人になれないんですね。マンボウは卵を3億個ぐらい見ます。もしかしてマンボウの棒ってさ、坊やの棒なのかな。違う、1万匹がもう全員坊やからマンボウ、そのうちの 0.001% だけ、まあ、1万の棒とか、うん、いやどうだろう、可能性はなんかありそうな気、なんかマンボウの棒って坊やの棒で感じでなんか見たことありそう。確かに、うん、まあ、それはなんかマンボウってのはキャラクターな気もするっていうことなのかな、はい、それで、で、まあ、この3億個の卵を産むんで、うん、全て大人になったら海はもうマンボウだらけになってしまうんです。うーん、でもマンボウはそうならない、うん、もう 0.001% ぐらいしか大人になれない、うん、なのでマンボウは泳ぐのめちゃめちゃ遅いんです、うん、で特に防御も別に手段もない。そのため3億個のうち大人になるのは2匹ぐらい。でもさ、その理屈でさえ言ったらさ、うん、人間の精子とかもそういうことにならないの？それとは違う、もう受精した後がって話。そうそうそう、まあ、卵だからね。分かれるけど、でもどの段階かの話じゃない。そんな言ったら、まあもちろん受精した後が多いのかもしれないけどさ、うん、人間だってさ、その精子の段階がさ、多分いっぱいいるわけじゃん、うん、そこで後のやつはさ、もう死ぬという、死ぬわけですよ、うん、だからどの段階で見るかだけの話じゃん。まあ、受精するのがした後が多いっていう方がまあ子供として見られるのかもしれないけど、まあまあそれを言われたらそうなっちゃうんだけど、精子から入れたら入れたらね、レでみたいになっちゃうよ、うんうん、でも卵だからまあ難しいね。まあそれを言われたらそうなんだけど、はい、まあ一応まあ3億分の2ぐらい、うん、だから大人のマンボウをまあ見たらめちゃめちゃ大人のマンボウっていうのはなんかちょっともうでもそうすごいこと言ってる感じさ。大人のマンボウ。大人のマンもあれだし、棒もあれですさ。もうすごいじゃん。マンに棒って。もうマンボウの話できないじゃん、そしたら。いや、いいよ。普通にマンボウっていうのは、大人のマンボウしたらもうすごいじゃん。大人のマンボウ。だから、成長したマンボウだったらいい？成長したマンボウも。マンボウってもう。だから、まあ、みんなが知ってるマンボウね。いわゆるこういうちっちゃいマンボウじゃなくて、みんなが知ってるマンボウを、見たらめちゃめちゃ貴重だと思ってください。うん、でも水族館の見たらめっちゃでかいもんね。でかいのはめちゃめちゃいるよね、うん、であれはまあそこまで大人になる確率はもう本当宝くじで一等当てるもう何十倍も難しい確率で、あの大人になる、そんな精子でだから人間になる可能性はすごいよ。まあその理論出されちゃうと弱い、まいちゃん言わないでほしい言わないでほしいが多いんだよ残念、それで言うとそれは言わないでっていう、ちょっとそれは言わないでください、はい、だからまあ大人になるの大変ですよってことですね、マンボウは。はい、続いて、はい、チーター、うん、まああらゆる生き物の中で最速と言われてます、はい、時速100キロ以上で走る、うん、でとことん走りを追求した動物なので、はい、まあ狙われた獲物はもう逃げれないんですよ、めちゃめちゃ速いから、はい、でも残念なのが走りに特化しすぎて捕まえるのが下手。まあまあそういうことなんですよ。攻撃力がめちゃめちゃない、防御力もめちゃめちゃない、もう肉食獣の最弱レベル、ただ足が速いだけ。攻撃力ないんだ。攻撃力ないんですよ。なので、うん、獲物を捕まえますよね、足速いから獲物は捕まえられます、うん、でも他の動物に脅されちゃうと餌を置いてすぐ逃げちゃいます。なんか強いイメージあるけどね。まあそんなに捕食シーンを見てないからなのかな。なんか捕まって噛むことだから、チーターより基本的には自分よりちっちゃいやつ、例えば分かる、ウサギとか、それはまあガブっていけるじゃん、うん、ガブっていける、ここまでいける、うん、で食べようとして例えばハイエナとか、うん、来たらもうすぐビビって逃げちゃう、なんか分かんないけど鹿とかなんかシマウマとか行ってるイメージだけど、ね、なんかライオンとかとごっちゃになってるかもしれないけど、行ってるは行ってる、ね、でも1対1行かないんじゃない。チーターもガブって言ったらもうガーって
行くんじゃん。わかんないけど、もう最弱らしい。なんかそのジャガーとかチーターとかさ、トラとか全部多分ごっちゃになってるんだけどさ、そんなになんかチーターだけ弱いっていう感じはしないけど、なんか歯が弱いとか、なんかなんかな。どうなんだろう。まあそんななんかさ、でかくなさそうだね。結構細いというか、まあ猫っぽいじゃん、うん、チーターって。でもわかんないけど、多分今足速い誰わかんない。じゃあウサインボルトだとして、うん、ウサインボルトと、うん、俺攻撃力だってウサインボルトも絶対攻撃力強いじゃん。強いね。うん。だからそこがなんか両立しないとも思えなくない。ああ、足の筋肉とかもあるから強いんじゃないかみたいなこと。そうそう。手がめっちゃ退化する。でも両手両足でさ、なんか結構、ねうん、同じような筋肉使いそうだけどね。歯が弱、まあ、歯が退化しちゃうもん。まあ、それは言わないでほしかった。それはちょっとあんまり言わないでほしいな。だから、まあ、チーターは足、走りに特化したせいで。とりあえずはもう残念って言いたいからね。無理やりなんか。そうそう、残念にしてんの。今ペシぐらいだったじゃん。今ペシ。バーンもやんないようにしてくれ。はいはいはい。ね、だからチーターは、はい走りに特化したせいで、攻撃力と多分2、3個残念なやつ見つけて、うん、もう本にするためにあと全部残念に無理やりやってるんだね。本ってそういうもんだから。まあそうそう、本ってしょうがないからね、はい、じゃあ続いて、はいうん、フラミンゴ、うん、体が赤くてまあ綺麗ですよね、うん、でも、うん、あれ小さい頃、うん、実は真っ白なんですよ。大きくなるにつれて少しずつ赤くなっていく。これ理由は親からフラミンゴミルクという赤い液体をもらうんですね。赤い牛乳をもらうってことね、はい、なのでこれを飲んで育って。赤い牛乳というか赤い乳ってことか。そうね、牛乳って虫だから。そうそうね、うん、赤いお乳ですね、ミルクの、はい、これを飲んで育っていくんですが、このミルクの入っている赤い色素が、うん、飲んでるんで、どんどんどんそれが体に染み込んでいくと、はい、いうことですね、うん。で逆にこのフラミンゴミルクをあげている親、うん、どんどん白くなっていきます。この色素をあげちゃってるんで、だからこの白はもう白くなっちゃったら元に戻らないので、で白くなったらまたちょっと赤い色素の細菌とかを食べて、ちょっとずつまたこう赤く自分も親もしていくっていうのが。何が残念なの？白いと残念なの？白く戻っていくのが残念ですね。なんで白が残念なの？いや、フラミンゴってさ、ほら、ピンクっぽいじゃん。でも、ミルクをあげすぎちゃって、白くなっちゃう親もいるんで、ああ、かわいそう。いや、なんで白が上なの？え？白くなって、綺麗になって、赤い、くなっちゃうなんて残念だねっても言えるじゃん。そのなんでさ、赤が上で、白が下っていう価値観を出したの？だって、赤、の色素上げて白くなるじゃん、親が、うんうん、そしたらやったね、綺麗な白になったよってって思うじゃん、うん、でもフラミンゴの世界ではそれが嫌だから、赤い細菌をまた食べて自ら赤くなる。それが嫌なの？白は嫌なの？どうやって分かったの？だからみんなが白になっていくと赤い細菌を食べて、赤いのばっか食べちゃって赤くなっちゃったけど、子供にそうやってやることによって白くなれるねっていう発想はできないの？それはどうおかしい。それだってさ、例えば髪の毛少なくなってきたらさ、うん、増やしたいでしょ。うん、でもなんて言うの？そう、一緒。白くなってきた、ああ、じゃあ赤くなんなきゃ。赤くなんなきゃって なるんだ。なるんだ、もう。じゃあ、やってるの、フラミンゴの中で。親は白くなってきたら、たまたま赤いもん食べちゃったんじゃない？日焼けしちゃって、日焼けしてくれなきゃ、日焼けしちゃって黒くなっちゃったら白くしなきゃ。これで、あ、ごめんなさい。白は持てないんです。フラミンゴ界では。なので赤く。だから赤ければ赤いほど、まあかっこいい。かわいい。っていうのが、まあフラミンゴ界なんで。じゃ健康の証なのかね、わかんないけど、うん、そうやって栄養をいっぱい持ってるから、うん、だからいっぱい虫、ね、あ食べてるからとかね。食べて赤くしていったら、俺はこんな健康だよ。だから、赤ちゃんが寝るよとか、いっぱい強いオスだよとかっていうことなのかな。っていう、なんか指標なのかもしれない。食べれない人は赤くなれないから、うん、白くて、ダサいみたいな、その獲物を狩る力がないのかなとか、うんうんうん、栄養が溜まってないからいい赤ちゃん産んでくれなそうだなとかってことなのかな。まあ多分そういう世界なのかな。まあ動物ってそういうの多いもんね、うんうん、なのでまあフラミンゴは、ミルクをあげるとどんどん白くなっていって残念ですということですね。まあ本当にいい本なんで、はい、まあ動物好きな方は
まあいろいろ載ってますね、他にも、うんうん、やっぱなんか立ち位置が逆だから、うん、左目が痒い。どういうこと？わかんない、残念。それは残念だね。はい、まあ他にもいろいろ載ってますんで、はい、興味ある方読んでみてはいかがでしょうか。チャンネル登録、高評価お願いします。します。